グランドプリンスホテル新高輪地図、グランドプリンスホテル新高輪とは、東京都港区高輪にあるホテルである。グランドプリンスホテルの一つ。当初の英称は、グランドプリンスホテルニュー高ワだったが、2019年10月1日を、もって、グランドプリンスホテル新高輪に変更された。1982年に高輪ゴルフセンターの跡地に、 新高縄プリンスホテルとして開業した。設計は建築家、村野東吾が手掛けた。村野の晩年の代表作であり、傑作の一つとされる。なお建物は、ホテルとして採算が取れなかった場合、賃貸アパートとして使用されることを前提に、設計された。1990年には、旧北白川宮屋,屋敷跡に、国際館パミールが開設された。 ホテル本体は、客室が存在する、客室棟とレストラン等が存在する、レストラン棟に区切られている。宴会場の大半は、国際館パミールに集中しているが、公日の、起点など一部の宴会場は、ホテル内に存在する。2007年にグランドプリンスホテル新高輪に、改称され、グランドプリンスホテル高輪、ザ・プリンス桜タワー東京と共に、 高輪地区の同一の敷地に位置する三つのホテルの一つとなった。これらの中では二番目に完成し、客室数が900室以上である、東西大規模となっている。上記三つのホテルは、開遊式の広大な日本庭園で接続されている。大演会場、起点が、富士テレビ系の音楽特番、FNS 歌謡祭や、複数のテレビ局が同時生中継する、桃色歌合戦。 プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会などの会場として、また、隣接する国際館パミールが日本アカデミー賞受賞式プロ野球ドラフト会議1996年アトランタオリンピックの開催を決めた1990年の第96次 IOC 総会などの会場として使用され、大規模な集会やイベントが多く開催される。 オープンして間もなくの1983年4月にフリオイグレシアスのディナーショーが開催されたのをきっかけに当地はディナーショーのメッカとなった。なお国際館パミールをはじめ館内の宴会場の名称は井上康氏の命名名である。2016年にグランドプリンスホテル高輪が改装のため休業していたことに伴い当ホテルも同年に営業を継続しつつ改装を行い ロビーや一部のレストラン等がリニューアルされている。さらに2018年には、高層階のクラブフロア宿泊者向けラウンジを、これまでの16階から1階への移設も行っている。2007年11月、日教祖の集会への使用を一方的に契約破棄、予約した宿泊も拒否した。日教祖側が仮処分申請を起こし、東京地裁、東京高裁でホテル側が敗訴したが、 裁判所の決定に従わなかった。2009年3月17日、警視庁が渡辺幸弘社長ら幹部4人を旅館業法違反容疑で書類送検。東京地検は2010年7月、基礎猶予処分とした。ありがとうございます。